いきなりですが、割り算はおバカに優しくないです。3割には1.5、2割3は0 6 6 6 6 6 6 6ということで入れ替わると答えが変わってしまうんですよね。それに比べると掛け算はいいやつですよね。23が6、32が6ということで、えー、答え一緒になるので、私は掛け算が大好きです。割り算はね、仕方なく使いましょう。なぜならば間違えちゃうからですよね。 割る2は2つに分ける、割る3は3つに分けると考えれば、2分の1、3分の1という風うに置き換えることができる。分数だって掛け算にしてしまえば、2かける2分の1は、これは2分の2となって、これ1ですよね。2分の1かける2っていうのも、2分の2で1ですよね。ピザで考えると簡単。2枚のピザを2分の1するつまり半分にすれば1枚。2分の1半分のピザも2倍してやれば1枚ということで、食べる量は一緒と。 いう意味ですよね。だから、シンマは、分数が大好きだと、いうことです。実は、割り算の記号っていうのは、丸分の丸ということで、この記号から割り算になっているんですよ。つまり、分数出身なわけです。1割る2は2分の1、3割る4は4分の3ということで、後ろのものを下に下ろしてください。割るものは地獄に落ちると思いましょう。シンマチームの皆さんもこう言ってますよ。世の中分数だぜ イエーイ文数に恋したわ私も私もよと。ビバ文数。えー、3割2割5分の4ですね。これは、丸物地獄に落ちるわけですから、5分の4分の3分の2ということで、はっきり言って、これは吐きそうです。ビバン数。 でもね、分数には素敵な特徴があるんです。これを利用すると、ちょっと簡単に行きますよ。二分の一っていうのは、4分の2と一緒ですよね。約分の逆さまです。倍分というんですけど、二分の一っていうのと、4枚に割ったやつを2枚に持って、くるこれ一緒ですよね。2×2、1×2 ということで、分母分子に同じものをかけてもいいという、こんな素敵な性質があるんですよ。ですから、今の気持ち悪くなっちゃったやつも、 5分の4に4分の5というのをかけてやる。なぜならば、4455の約分で1分の1になるからですね。えー、同じ4分の5をかけてやるということで、1分のいりませんから、3分の2かける4分の5と逆すきたということです。見てください。リバ、分数